はい、どうも皆さんこんにちは、ケアスーです。ということでサブチャンネルエースレーサーの時間やってまいりました。皆さん動画始まる前に一言、あとちょっとで登録者10万人なんでチャンネル登録お願いします。それかLINE スタンプ買ってみんなに宣伝してください、僕らのチャンネルを。ということでやっていくんですけど、今回の企画は、最近キャンタロにねドッキリばっかもうかけてるんですけど、このチャンネルではねもうドッキリを主にやっていこうということで、今回は小学生キッズにゲーム中なら悪口いくら言ってもバレないんじゃないか検証ドッキリということでやっていこうと思います。今回は普通にエースレーサーをいつも通り3試合やっていくんですけど、その中でねケナ太郎にバレずに何回悪口を言うことができるかやっていこうと思います。ケナ太郎は一体ね集中してゲームやってる時に悪口言っても気づくのか気づかれないのか、皆さん楽しみにしといてください。ということで早速やっていきましょう。来た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 、お疲れ。なんだこれてめえよ、これよ。なんだこれてめえよじゃなくて、あれなんか変わってないコスチューム。これはね、スピードモード。スピなんかレーサーっぽくなってる。あれ前もこれだったよ。前もこれだったっけな。ちなみにですけど、今ランクケナ太郎と同じです。プロ2まで来ました。ランクマッチ知らないのにどんだけやってんだよ。まさか俺のブレイドとの張り合いぐらい強くなった。ランクマッチチームとかいけるねこれ。一緒に3試合そうする。うわじゃあ協力してランク上げていこうよ。いいよ。じゃあということで今回これで協力でね3試合やっていきます。ちょっとなんかそれやったらリスナーの強い人もさ同じぐらいのランクの人招待したくない。でもそれならスピーダーブロッカーとかで変えないといけないから。そうなの。どっちか変えないとマシン。ちなみに俺これしかない。まあいっか。いいやろ。全部同じでも。でスピーダーでゴリ寄せばいいんだよ。うん。ケナ太郎招待した？来た。おお来たよ。おお車好きで来た。じゃあやっていきましょうバカケナ太郎くん。もうこれ好きだよお前たち。バカケナ太郎って言った？え？いや言ってないよ。言ってないか。この人エーテルにしてくれたサポーターだよ。うわあ優しい。俺らがスピーダー使うからって。お来た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 。よし足引っ張るなよクソケナ太郎。よし頑張るぞ。いくぞー。よし勝つぞー。いい。1。もうケナ太郎より上手くなってるからね。ランクマッチだから強いな敵が。善ですってこう人が強いね。負けてられねえ。みんな頑張るぞ。頑張ってるよ俺。あやべ。もっとみんな気合い入れて気合いが足りてない。気合いがもっとガンガンに走るんだ。走ってるよガンガンに。あいの人速い。なに上からだぞ。おいケア太郎お前。あーごめん。みんなおらんか俺のせいにしようとした今。いやうわーいけ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 。相手の前が速いな。相手の人が速いね。俺がスピーダーとして前に勝つんだ。それが俺の役割。いやでも2位3位4位だ俺たち。抜いた抜いた最後1人抜いた。よしよーし抜かせ抜かせ。あ、え5位じゃん。え5位4位じゃない。5位で4位って書いてあるよ俺。これ勝敗はどっち。うわー勝った俺たち。嘘勝ったよ。 MVP 車好きで草くんだったし。ほんとだ。イエーイチームモード勝利。お兄ちゃんスピーダーで4位はもうダメだよ。途中まで勝ってたから俺雑魚ケナ太郎に。途中までとか途中までとかどうでもいいから。ミスったんだよぶつかって。よしもう一回行こう。俺2位だったのに。いいよちょこれチーム終わったら最後ランクマッチソロでから見せてやんの。見せてやんよ。見せてやんよ。えっ俺自由にもめ揃ってる。おっちバラバラすぎだろ。ダサ。さあ行くぞ。足でまといなんな。足でまといなんなよ。レッツゴー。行くわー。あここ得意よ俺。あ、全然得意じゃないよ、ここ苦手だわ。いや、みんな早いね。いやばい、俺6位だ。おい、足手まといなんじゃねえよ。頑張れ、俺もっと頑張るんだ。ちょっと上がったので、いけ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 。やば、ぶつかった、最悪。やばい、抜かれちゃった、ごめん。おい、ザコ太郎。ザコ太郎、お前、何してんだよさっきから。俺は、でも結構いいところにいる。いいとこにいても意味ないんだよ、勝てないと。固まった。お兄が固まっちゃったよ俺。おい、ザコ太郎。いや、お兄ちゃんも3位じゃん。スピーダーのくせに。
2位になるから、こっから3位のスピーダーなんていらないよ、うちのチームには。お前こう5位のスピーダーだろ。くっそー、勝てねえのか俺は。あー負けてたまるか、命を燃やせ。くっそ、おい下手くそ、早く来い下手くそ。せめて4位になれ下手くそ。カフェじゃ何言ってんだよ。いや俺抜けるから、これ一人どうこう言えるような順位じゃないからな、お兄ちゃん。あ、終わった、やばいやばい、あっ最悪だ。超遅れを取ってしまった、逆走までひっくり返っちゃったよ。でも抜けばいいからね、こいつを。やばい、キャンタロ来た、はい、キャンタロ。おらーおらーおらー、くそ勝てないのかこいつにも。やばい、くそくそくそ、おい泣いてるよ、車好きくん絵文字で。ごめんごめんよ視聴者さん。こうなったらもういいよ、最後雑魚下手くそケナ太郎のためにソロでみんなでどっちが一番この中で強いか勝負しようじゃないか。いいよ、よし来た。え、なにここ、え、あーここか、え、ブロッカーだ、車好きくんブロッカー使ってるよ。ブロッカーのままなんだ、ソロで。ごめん、なんか帰るタイミングなかったのかな。それはごめん。最低俺たち3人がやっぱトップ戦線だね。トップ戦線だね。やばい、車好きくんがでかすぎて前に出れない。早いな、車好きくんの体がでかい。バイバーイ。そう、お前ぶつけてきやがったな、本当に。りんちゃんバイバーイ。今食らいついて追いかけてるから。負けるためか、全体で俺の方が絶対に強いってことを見せてやる。うわよはい、勝ちましたケナ太郎、ウェーイイェーイ、ザコ太郎。あれ、とうとう実力変わってきた。まあ今のはね、俺の車相性悪いマップだったからね。仕方ないか。めっちゃ言い訳すんじゃん。てか車好きく強いな、ケナ太郎。ケナ太郎カラーにしてるしさ。ケナ太郎好きか聞いてみよう。ちょっと打てるから待ってね。自分で聞くの。ケナ太郎好き？うわもちろんできてるやん。毎回これいいね、視聴者にどっちが好きか聞くの。どっちのファン？これで選ばれた方の勝ちね、今日の。おい、なんでだよ。俺レース勝っただろ。驚いてるよ。選べないって。どっちかだったらどっちなんだろうね。まあかわいそうだからあんまりやめとこ、これは。両方だねって気になったろうが。はい、ということで皆さんね、今日の企画はこれにて終了となります。ケナ太郎にはね、ネタバラシはしないんで、今回の動画面白いと思ってくれた方はそのまま高評価、そしてチャンネル登録お願いします。はい、ということで今回は以上となります。なんと、あ、そうです、今日の企画はケナ太郎に教えません、負けたんで。え、なんでだよ。なんかしてたの、ドッキリなんかしてましたね。エースレーサーね、とうとうけなすいの方が強くなったということで、また皆さん次回もお楽しみに。それじゃあ今日も一日お疲れ様でした。ブンブン、お疲れ様だろう。